フィリピン国籍の女性から息子が日本に滞在するためのビザ発行手続きなどの名目で合わせておよそ77万円を騙し取ったとして、県警は川崎市に住むフィリピン国籍の男女を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、川崎市川崎区の会社経営、末子凛リスエナ容疑者と、川崎市幸区の外国語指導助手、川口マリア・テレサ・デ・グラシア容疑者です。県警によりますと、川口容疑者は埼玉県に住む48歳の女性から2018年、フィリピンにいた息子の留学ビザの手続き代金としておよそ31万円を騙し取った疑いが持たれています。また末子容疑者は教育に関する事業などを手掛ける会社を経営していて、去年から一昨年にかけ同じ息子の就労ビザの手数料などの名目としておよそ46万円を騙し取った疑いが持たれています。去年、末子容疑者の会社で被害を受けたとして、被害者の会が結成され、会からの情報提供をもとに県警が捜査をしていました。調べに対し、末子容疑者と川口容疑者は、共に容疑を否認しているということです。